皆様おはようございます。よく買い物をする道の駅で車中泊をして朝になりました。この頃は週に1回か2回車中泊をしていますが、旅というわけでもなく目的もはっきりしないような車中泊です。このような車中泊はただ普段の日常を外に持って出たというだけのもので、旅のような非日常感もなければ楽しいわけでもありません。ただ数日家の中で過ごすと気がめいってくるので、気晴らし程度に外に出ています。車の中がスローライフの居場所の一つになっているので、旅ではなくこれはもはや日常です。このような車中泊のメリットは気分転換だけのような気もします。当然家とは環境が違うので、少しの異音にも敏感で何度も目が覚めてしまいます。これだけ車中泊を繰り返していても毎回寝る場所は違うので、そんな環境変化にはいつも敏感です。目的もない一人車中泊はデメリットの方が大きいと感じますが、災害時や格安旅といった目的さえあれば車中泊に慣れたことはメリットになり得ます。このような車中泊のメリットをあえてもう一つ挙げるとしたら、家の良さを実感できることです。車中泊をしていなかったら家の安心感や便利さなどは常識化していて、ありがたさを知ることもなかったと思います。車中泊で不安な経験をすると、やはり夜は家で過ごすのが一番だと再確認できます。まだ今日は気温が適度だったので、コンパクトカーとはいえ静かなら熟睡できたでしょうが、この先最低気温が25度を超えて湿度も上がってくれば車中泊はできなくなります。エンジンを切って冷房が使えないコンパクトカーではそれも仕方ありませんが、それは昨年も夏車中泊を経験したから思うことです。前置きが長くなってしまいましたが、今回は夏車中泊の危険性についての戒めです。私も以前マイナス何度で車中泊とか夏車中泊の動画を作ったりしましたが、はっきり言って命を懸けてやることではありません。特に60代超えの年齢になると熱中症リスクは高くなるので、シニアの夏車中泊は危険です。これからの時期は家にいても熱中症になることがあるので、狭い車の中では昼も夜も関係なく危険です。60歳になったばかりの頃はまだ年齢に対する自覚も薄く、今が健康だと多少のリスクは冒険心をくすぐるなどと警戒心どころか自ら危険を犯していたほどです。しかし昨年65歳になってからは老化に対する意識も変わり、危険な行為は命取りになると思うようになりました。たとえ遠乗りドライブでなくても車に乗るときは必ず脱水を抑えるための水を用意しています。天気予報で熱中症の注意喚起をよく聞くような季節ですが、私も他人事のように聞いていました。しかし昨年熱中症で救急搬送された人数は6月からの3ヶ月で6万人を超えています。もちろんこの数字は家からだけでなく職場やアウトドア現場からの搬送も含まれています。私もこの3年間に車中泊の寝不足で何度か体調不良になった経験をしていますが、このような時が最も熱中症リスクが高まるようです。頭痛やめまい、立ちくらみや足の筋肉がつるといった症状はどれも熱中症の疑いがあるようです。車中泊の朝、熱っぽくてコンビニで氷を買って体を冷やした経験もあります。その時は首の横や脇の下を冷やして事なきを得ましたが、太い血管を冷やすと効果的という知識のおかげでした。もし頭痛や吐き気がする場合は熱中症の症状が進んでいるので、ためらわずに119に連絡した方が良さそうです。少し眠れなかったというだけでも最悪命に関わるわけですから、たかが車中泊と侮ってはいけないと戒めています。これから車中泊を考えておられる方は、
夏が過ぎて涼しくなるまで待つのが賢明です。高齢者の男性に熱中症が多いので、特に中高年の男性は注意をしていただきたいと思います。なぜ高齢者というだけで熱中症のリスクが高くなるのか調べてみると、脳の老化によって認知機能が衰え、温度感覚が鈍くなり、体温調節機能も低下しているからなのだそうです。つまり年齢が高くなるほど感覚的に辛抱できる温度は高くなることが危険だということです。自宅でエアコンを使わずに発症した熱中症患者の多くが45歳以上の中高年なのだそうです。マナーを守ってエンジンを切り車中泊する場合はなおさらです。特にコンパクトカーや軽乗用車は車内容積が小さいので、自らの体温でも車内温度を上げてしまいます。走行中はエアコンを作動させているので快適ですが、逆にそれが落とし穴になってしまいます。これは私の経験ですが、日没後に車中泊現場についてエンジンを切ったとしても、外気温が高いと急激に車内の温度も上昇していきます。特に日中直射日光によって温められたアスファルトの上に駐車すると、その余熱は天気予報の気温よりはるかに高い温度で車を温めます。走行中との温度差は気温の温度差の比較にならないほど大きく、人体の体温調節機能が追いつかないのは言うまでもありません。体温調節機能低下で汗をかかず少し暑いとは思いながらも辛抱してしまったりするわけです。そのまま車中泊してしまうと、汗が吹き出た頃には手遅れになる可能性もなきにしもということになります。多くの車中泊経験者が夏車中泊は真冬より厳しいと証言されていますが、その多くは体温機能が正常な若い方々です。前回車中泊した時、深夜に蚊の飛ぶ音で目が覚めて退治するのに時間がかかり寝不足気味になりました。おそらく寝る前に車に出入りした時に侵入したのだろうと思われますが、そのような些細なことも熱中症の要因になり得ます。今回も自身を戒める意味でこのような内容にしましたが、昨年もそう思いながら車中泊してしまった浅はかな行動の反省でもあります。特に中高年の方々には健康で楽しい人生を送るためにご理解いただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。